グリーンアナキズムの緑と黒の旗グリーンアナキズム、またはエコアナキズムはアナキズムの学派の一つで環境問題を特に重視する。サンディカリストのウルリケ・ハイガーはアナキズムをサハアナキズム、ウハアナキズム、グリーンアナキズムに分類した。グリーンアナキズムのアメリカ合衆国での初期の影響には1854年の書籍ウォールデンがある。19世紀後半には フランスやスペイン、ポルトガルの個人主義的無政府主義者の間で、アナキズムとナチュリズムの哲学の融合として、アナルコナチュリズムが発生した。現代では一部のグリーンアナキストは、アナルコプリミティビスト、または、半文明アナキストと呼ばれているが、すべてのグリーンアナキストがプリミティビストなのではない。同様に、グリーンアナキストの間で、 現代の科学技術への強い批判が存在するが、すべてのグリーンアナキストが、科学技術のすべてを拒絶しているのでもない。しかし重要な現代の傾向は、アナルコプリミティビズムと社会的エコロジーである。ありがとうございます。